全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、外から押して17番ミレニアムマシリカ、6番ネプーザ内から追い上げる。その後は18番フォーマンエマス、内側14番セレスティアル、内から7番スカーレットキング。各馬第1コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて9番オールステアミント、4馬身相手8番ストロベリージャム、続きまして13番ジャムテリトリー、5番2区真ん中あたりにつけています。その外12番ライスシャワー、それから2番レッドフォーク、2コーナーを抜けて向こう正面、外から16番ソードパノラマカー、1番人気1番スナバスナダサンド、この位置外から15番カフェアローム。 1000m の通過タイムは1分1秒0、内抑えて11番固め、内抑えて3番エイコウテンリン、それから10番ハレルヤフリー、最後方4番ポウジョウフミヤ。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は6番レッグーザ、後ろに17番ミレニアムマシリカ、18番トーマンエマス後位をキープ、内から7番スカーレットキング、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。外を抑えて14番セレスティアル、これを見るように内側9番オールステアミン、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、レッグーザまだ粘っている、レッグーザ頑張る、2番手にはスカーレットキング、残り400を切ってレッグーザ、その後からミレニアムマシリカ、ミレニアムマシリカかわして先頭、ミレニアムマシリカ粘っている、残り200を切りました。依然として先頭はミレニアムマシリカ、ここで先頭が入れ替わる、先頭はフォーマンエマス、フォーマンエマス押し切ってゴール、勝ったのはフォーマンエマス、鞍上は岩田未来騎手、フォーマンエマスブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着は混戦の模様です。